はい、大日曜以上さんの昭和2歳メスで50センチ親鯉大根です。お願いします。はい、親鯉大根です。まあ、大根は、今回で2回目の、組み合わせになります。1歳年上は、まあ、数が取れなくて、どうなるかわからなかったんですが、今3歳で非常に大きくなってます。なんか3歳は模様のいいのがいませんでしたが、今回2年目で、数が結構取れたので、はい、見ての通り、模様も、ついてきました。まあ、大根は非常に炭の乗りがいいので、炭をずっと待つことなく、楽しめる鯉です。まあ、中には炭がない鯉もいますが、この鯉は炭の位置もはっきりしていて、白地に炭が入っているので、ものすごい楽しみな鯉だと思います。はい、頭にもこう炭が出てくるといいですね。はい、まあ、この鯉は、まあ、頭の軽めな鯉なのですが、まあ、ここに炭を持ってきて持っているので、頭の方も炭が出てくると非常に雰囲気の変わる鯉だと思います。はい、こちらも池上げそば貝のですね。はい、はい、これも、そう、昨日揚げたばっかりです。はい、じゃあ手はあれですか、ね、池上げそば貝、そう、ここ赤いのはぶつけた後です。はい、じゃあしばらくしたら治ってきますかね。はい、まだね、消毒もまだしてない状態なので、はい、じゃあ発送は消毒後に行かせていただきますので、はい、ちょっと落札後すぐにはできないかもしれないですね。そう、まあ、今週末なので、あ、来週末には送れますかね。まあ、今日からもう消毒をするんですけど、はい、はい、で、まあ、こちらの炭模様非常にいい炭模様してます。はい、さっき見せたのでこっちも非常にいい炭模様してます。はい、はい、先ほどのブッドと比べると炭が出やすい、そうですね、系統なんですかね。まあ、わからんかもしれないけど、昔赤カブトっていう親がいて、その系統も、この鯉に、4分の1入ってます。それがまあ炭がよく乗るタイプで、まあ、そういうので、まあ、こういうふうに炭が出やすいのもあって、で、炭際も非常にいいです。はい、これからは楽しみな鯉ですね。はい、はい、楽しみな鯉です。いかがでしょうか。大日曜以上豊田店さんの昭和2歳メスでサイズが50センチ親鯉大根です。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。